1961年の西ドイツ空軍会 -84 機による領空侵犯事件は、冷戦の最中の1961年9月14日、西ドイツ空軍の第32戦闘爆撃航空団に所属する2機のリッパブリック会 -84 回サンダーストリーク戦闘爆撃機が広報上の誤りにより東ドイツの領空を侵犯した後、ベルリンテーゲル空港に着陸した事件である。当該の2機は厚い雲層に身を隠しながら、多数のソ連空軍の戦闘機から逃れることに成功し、ベルリンテンペルホーフ空港にいたアメリカ空軍の航空管制担当の伍長は、この2機を引き返させて追撃してくる戦闘機に立ち向かわせることになるよりも、ベルリンに着陸するように指示を出した。この事件は、歴史的に東西ドイツの関係が困難な時期に発生した。ほんの1ヶ月前には周囲を囲む東ドイツ領や、東ベルリンから西ベルリンを隔離するベルリンの壁が建設され、3日後の9月17日には1961年、ドイツ連邦議会選挙が行われることになっていた。当時、東西ドイツ間の領空侵犯は日常茶飯事であった。平均して1ヶ月に2機の割合で、北大西洋条約機構に所属する航空機が東側の領空に侵入し、それよりも、はるかに多数のソ連機が西ドイツ領空に侵入してきていた。1961年の8月から9月にかけての4週間に発生したソ連機による西ドイツ領空の侵犯は38回に上った。侵犯の中には相手側の反応を伺うための意図的なものもあったが、それ以外は空中での境界線を見極めることが困難で、これに起因する過失によるものであった。第二次世界大戦終結後からドイツ再統一までの期間に西ドイツの航空機は民間機であれ軍用機であれ西ベルリンへの飛行は禁じられていた。西ベルリンへと通じる3本の空中回廊は西側の元連合国であるイギリス、アメリカ、フランスの3カ国の航空機にのみ開放されていた。1961年9月14日、NATO 最高司令部はコードネーム、チェックメイトの名称の下で、フランス、ベルギー、オランダ、デンマーク、西ドイツの各国空軍を軍事演習のために動員した。この演習の一環で、アウクスブルク南のレヒフェルト航空基地に駐留する西ドイツ空軍の第32戦闘爆撃航空団は、0架の戦闘爆撃機を発進させ、ビュルツブルグからランを経由して、メミンゲンへの三角航路を飛行させることになっていた。ペーター・プフェッファー・コルン軍曹とハンス・エーバール伍長が操縦する2機の F-84 戦闘爆撃機は、この飛行航路上でコースを見失った上、プフェッファー・コルン機の方位自身は40度から60度の間で読み間違えられていた。加えて、強い西風が予報よりも勢力を増してきていた。ビュルツブルグからランの途上で2機のパイロットは、ベルギーのリエージュをフランスのランスと取り違えるほど混乱していた。間もなく南ベストファーレンのバールブルク近郊にある NATO のレーダー基地が東ドイツ領、ケーニヒスブスターハウゼンに向かって東へ飛行する、この2機編隊を捕捉した。編隊の位置を確認しようと相互に交信していた2機のパイロットは、レーダー基地からの引き返すようにという指示の無線連絡を聞き逃した。東ドイツ領空内にかなり深く入った位置にあるライプツヒの北に到達した頃になってようやくプフェッファー・コルンが発信したメーデー信号はすぐに探知され、驚いた西ベルリンのテーゲルにいたフランスの航空管制官は着陸許可を出した。当初この2機は接近してくるパンアメリカン航空のダグラス DC-6 機2機を取られていたベルリンテンペルホーフ空港のレーダー愛には気づかれなかった。テンペルホーフ空港側がこれに気づいたとき、この2機は多数のソ連軍戦闘機の追撃を受けている最中であった。テンペルホーフの管制塔にいたアメリカ空軍の伍長は、この2機に引き返して追撃機に正対するのではなく、テンペルホーフ空港よりも長い滑走路を持ち、よりジェット機に適したテーゲル空港に向かうように指示を出した。この伍長の取った行動と時期が身を隠してきた厚い雲のおかげで、プフェッファー・コルンとエーバールはソ連軍機の追撃をかわし、それ以上の事態を引き起こすことなく無事にテーゲルに着陸した。この2機が着陸してすぐ、テーゲル空港のフランス当局は東ベルリンのソ連当局に対し、技術的な困難さによりこの2機の緊急着陸は紛れもなく必要な措置であったと説明した。当時の西ドイツの国防大臣だったフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスは国防次官のフォルクマー・ホップフをボンのソビエト大使館へ派遣して、この件に関して遺憾の意を表明した。数日の間、ソ連政府はこの事件に関して沈黙を守っていたが、その後公式に西ドイツによる領空侵犯に対して抗議し、このような事件が再発するならば、いかなる航空機であろうとも撃墜すると警告した。東ドイツ内のソ連空軍司令部は制裁を受けずに、領空内を飛行した2機の敵戦闘機にさしたるショックを覚えず、この不手際の要因を西ドイツ軍機捕捉に向けて、ソ連軍戦闘機を誘導した地上管制の失態の責任にするよりも悪天候のせいにすることを選んだ。ヨーゼフ・カムフバークル、連邦議会選挙で野党ドイツ社会民主党の党首と西ベルリン市長を兼ねるビリー・ブラントは、東西ドイツ間の関係に緊張が高まっている。この時期に、この2名のパイロット、当初シュトラウスはこの事件に関する緊急の調査を発表したが、シュトラウスと、空軍総監のヨーゼフ・カムフーバーは、ジャボグ32の指揮官、ジークフリート・バルト中佐を移動し、誰であれ領空侵犯を行った部隊の指揮官は、即座に更迭すると発表した。翌日に、カムフーバーが、レヒフェルト基地でこの措置を発表すると、前日深夜に深酒をしたカムフーバーとシュトラウスの間で考案されたこの措置は、61年ビール令とあだ名されることとなった。ジークフリート・バルトにこの事件に関する質問は一切されず、カムフーバーの基地滞在中に弁明は許されなかった。その代わりに、バルトの上官で、かつて1944年にヘルマン・ゲーリングに対して、ことを唱えたことのあるマルティン・ハルリングハウゼン中将が、バルトのために釈明を行い、正規の査問を要求した。2週間後、ハルリングハウゼンは早期退役に追い込まれた。ジャボグ32所属の下士官たちがバルトは指揮官の地位に留まるべきという旨の書簡をシュトラウスへ送ったが、これに対して返事はなかった。結局は正規の査問が執り行われ、バルトは無過失という判断がなされたが、この結果を受け入れがたかったカムフーバーは2回目の査問を開始し、この結果は中佐という地位に対して一部過失が認められた。続く3回目の査問ではバルトは、再び無過失と認定された。その後バルト中佐は、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスに対して、正式な不服申し立てを上申した。国防大臣のシュトラウスは、彼ら軍人がすべて自身の指揮下にあるという理由から、この件に関する慣行令を敷いた。それにもかかわらずバルト解任にあたってのシュトラウスの行いは誤りであると判断され、後にバルトを元の地位へ復帰させなければならなくなった。しかしシュトラウスは軍事オンブズマンのヘルムート・ハイエが強制的にこれを受け入れさせるまでこの決定を無視し続けた。シュトラウス自身は1962年に起こったシュピーゲルスキャンダルにより国防大臣を辞任せざるを得なくなり、同じ年にカムフーバーも空軍総監の職を辞した。テーゲルに着陸後、当該の2機はすぐにハンガーに隠され、報道陣は機体の撮影を禁じられた。数年経つと、この2機はアメリカ空軍機の塗装に塗り替えられて、アメリカ空軍のパイロットの操縦で西ドイツへ帰還した、あるいは分解の上部品として西側に輸送されたという話が信じられるようになった。フランクフルト・アム・マインからテーゲルに飛来した2機の巨大なダグラス C-124 輸送機が、この2機の F-84 を引き取りに来たという、憶測に油を注いだ。この話のもう一つ別の展開は、この2機がフランス当局によりテーゲルで隠され、後に飛行場内に埋められたが1970年代に不用意に掘り出してしまったというものであった。2006年にベルリン=ガート飛行場軍事史博物館で開催された展示会にて、テーゲルで埋められて、後に掘り出された2機のサンダーストリーク機の写真が公開されたことで、この2機の行方に関する疑問がついに解明された。この2機のパイロットだったプフェッファー・コルンとエーバールは飛行任務から外され、レヒフェルト基地の地上勤務に回された。1958年7月22日からジャボグ32での運用を開始された回 -84 回。サンダーストリーク機は合計8万時間以上の飛行時間を重ねて1966年7月13日にロッキード回 -104G スターファイターに更新され、同部隊から退役した。西ドイツ海軍のホーカーシーホーク回 -84 機事件の11ヶ月後に領空侵犯を行ったいかなる航空機をも撃墜するというソ連の警告が現実となった。クヌート・アントン・ビンクラー大尉が操縦する西ドイツ海軍のホーカーシーホーク機がアイゼナハ近郊で偶発的に東ドイツ領空を侵犯してミグ -21 戦闘機に銃撃された。大西洋上の空母サラトガでの演習訓練からの期間途中だったビンクラーはブレーメンの南 45km のアールホルンに緊急着陸せざるを得なくなり、その後この機体は除籍された。ビンクラー自身はこの事件から4年も経たない1966年5月10日に、ロッキード回 -104 スターファイター機による事故で死亡した。ありがとうございます。